オリンピックをね、多くの方が楽しんでる中ですけども、分科会の尾身会長からこういう言葉がありましたね。大会組織委員会と政府与党はオリンピックの開催を決めたわけだから、この今盛んにね広がっている感染拡大を何とかして止める責任があるんじゃないかなってことを言われてました。今のところ何かをしているのは国民で、政府はまあ言ってみれば何もしてないと。そればかりか感染を蔓延させるようなリスクの高いことばかりを勝手にやってるという状況ですね。なんかね、どっちに触れてるのかちょっとわからないんですよ、私としてはね。いや、今回の感染症が危険なのか、それとも大丈夫だからオリンピックをやってるのか。やっぱ客観的に見ると、まあチャラチャラね、オリンピックやってるわけですから、まあチャラチャラかどうかはまだ別にしてですね。オリンピックわんさかわんさかとやってるわけですから、まあ大丈夫なんじゃないのみたいな感じに見えるわけですよ。危険なんだったらやってるわけはないなと思うんでね、その辺の説明は全くされてないことと、やっぱり政府がバブル方式だとか感染拡大を防ぐために安心安全のとか言ってますけども、じゃあその言葉以外に何をやってるのかなってことが、まあ国民に届いてないですよね。それこそ感染拡大を止めるんだったらオリンピックを中止して、本当にやばいからもうね、外出を禁じますとか、その代わり保証は徹底的にします、そのぐらいやばいんですよっていうふうなメッセージが伝われば正確に国民も理解すると思いますけども、なんだかいいのか悪いのかはっきり分かんなかったりね、緊急事態宣言とか言っときながらオリンピックはやりますとか、でも国民は我慢してねとかね、で飲食店は営業を停止しろって言われてもそのための根拠はないし、脅しみたいなこともこの前西村大臣がねなんかやり始めたりやらなかったりとか、まああやふやであっち行ったりこっち行ったりしてるわけですよね。結局何なんだと。オリンピックをやるのはいいけれども、オリンピックに関わらない人も暮らしていかないといけない以上、何かで稼がないといけないし、何かで食っていかなくちゃいけないんだと。オリンピックのね選手はね、十分食い節があるだろうけども、その反動があまりにも大きいよってことが国民の不満になってるんではないかなと思うんですよ。そして案の定3000人を超える感染者、全国で1万人迫る勢い、これがはっきりして危険なのか、それとも危険視する必要はないのか、これもはっきり分かんないですよね。で、国民レベルではいろんな説がありますけども、所詮誰かが言っていたとか、どっかにこういうふうに書いてあったからっていう根拠のものすごい薄いもので、それこそ私たち国民はね、例の感染症のウイルスを顕微鏡で見たこともないし、生物学の勉強したこともないし、判断はつかないんですよ。結局はどっかの陰謀論が行ったり来たりしてて、自分の信じたいものを信じて、で根拠をめいたものを根拠だと言い張って、なんかわけのわかんないことになってると。で、政府は危険だと言ったり、オリンピックをやったり、よくわかんねえなって感じですよね。で、実際オリンピックに関わる方もかなりね、感染している方が増えてますけども、それは増えますよね。オリンピックがなければその感染者数十人といえどもなかったわけですよ。でもオリンピックを開催している中で、そのオリンピックの中で感染者が出てくる、それは当たり前のことですけども、それが危険なのかどうかってことが全くわからないんですよね。危ないんだったらやってる場合じゃないし、危なくないんだったらオリンピックどうぞやってくださいって話なんですけども、これは一体どういうことなんでしょうかね。尾身会長もなんだか最初はね、政府に忖度したようなこと言ってましたけども、最近は自分の立場に気づいたのか、それとも尾身の乱なのかね、やっぱり自分が責任問われるのが嫌だから政府に立てつくようなことを言って、どちらかというと国民の目線に立ち始めたのかなって気もしますけども、それもなんか演技なのか本気なのか全くわからない。そして菅総理は専門家の先生に聞いてっていう言葉が全く出なくなりましたね。そればかりかオリンピックのメダルのことばかり気にしてね、なんだか感染症はどこに行ったのか全く分かんない話になってきました。さあ一体これからどうなってしまうんでしょうか。皆様はどういうふうにお考えでしょうか。それではいってらっしゃい。